私が幸せにしてあげる。え、一人ぼっちの里見を幸せにするためにやってきた試験中の AI シオン。手伝ったら里見は幸せになる。余計なお世話任せて。別に喧嘩してないし。助けてくれよ、友達だろ。お二人は友達ね。シオンってさ、めちゃくちゃだよね。みんなを幸せにした。でも秘密はね、最後に明かされるんだよ。幸せになるためだよ。お前は我が社の製品なんだぞ。シオンはどうなるんですか。俺たちが黙ってりゃお咎めなしだろ。やっぱりシオンはまだ。助けなきゃ。このまま諦めるなんてできない。サタミ、もう一度シオンに会いたい。会って聞きたいことがあるの。あなたの歌を愛の歌声を聞かせて。